皆さんこんにちは、こんばんは、準急です。今回はこの時期になると運行される列車を一つ紹介します。以前の動画で急行よりも時間がかかる快速急行と題して、大阪阿倍野橋吉野間で花見の時期に運行される快速急行について紹介しましたが、それと並んで春に運行される臨時列車といえばこちら、大阪阿倍野橋発御所行き急行の帰宅先についてお送りいたします。奈良県御所市の葛城高原でこの時期見頃となるツツジの鑑賞で利用される方のために運行されるこの列車は、終点に到着後どうなるのか実際に検証していきます。それでは最後までよろしくお願いいたします。御所行き急行はツツジが見頃となるであろう時期の土休日ダイヤで運行されます。出発時刻は大阪阿倍野橋8時ちょうど発と30分発の2本。これらは終点御所に到着後どうなるのか、今回は大阪阿倍野橋8時ちょうど発の列車に乗車します。表示を見ると急行と書いている横に何か書いてますね。ズームしてみると葛城高原号と書いてあります。停車駅は古市、釈戸と、釈戸から先、御所線内の各駅です。電車は4両編成。御所行き急行、電車は4両編成で参ります。4番乗り場所と1番から4番までの乗車位置でお待ちください。An express bound for 御所 is arriving at track 4. 橋形神宮前行き19です。到着後、ヘッドマークも取り付けられました。それでは出発です。お待たせしました。近鉄をご利用いただきありがとうございました。この列車は御所行き急行です。途中古市、釈戸と釈戸から先の各駅に停まります。次は古市河内長野方面、駒ヶ谷から先岩木までの各駅にお越しのお客様は次の古市でお乗り換えです。古市の次は釈戸に停まります。大和川を渡るところで前方の列車が積んでいるからでしょうか、スピードが落ちているような。
岩手までの各駅をご利用のお客様は戻り返します。およそ18分で一つ目の停車駅、古市に停車。この駅では先に出発していた橿原神宮前行きの準急と連絡しています。この駅では他に富田林、河内長野方面の長野線と乗り換えできます。長野線と別れ先に進みます。この電車は御成駅急行です。途中尺度と尺度から先の各駅に停まります。次は尺度、尺度です。橿原神宮前、吉野方面は戻り換えです。次の尺度から御成まで各駅に停まります。 This train is expressed down for Gosen. This train is stopping at 尺度 and every station beyond 尺度。奈良県に入ってきました。大阪阿倍野橋からおよそ29分、尺度に到着。この列車、この駅からは御瀬線に入りますが、すぐには出発しません。前方を見ると御瀬線から2両編成の電車が4番乗り場に入ってきました。それと同時に乗っている列車は尺度駅を出発。実は御瀬線は単線ということで、御瀬線からの列車が出てくるまで待っていたというわけです。南大阪線と別れ御瀬線に入ります。以前の動画で御瀬線の列車を紹介したことがありましたが、この時は夜で真っ暗、明るい時間の列車紹介は初。ぜひ車窓風景も楽しみください。マナーモードにしていただき、通話はご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。今くぐった道路は大和高田バイパス。この場所よりも西に進めば南阪奈道路へとつながっています。This is
新庄駅に停車。この駅は釈戸方面の列車と行き違いができる駅です。さらに進みます。この踏切の道路ずっと進むと JR 和歌山線の大和新庄駅に突き当たります。次は越谷です。さて、次の駅がすごい読み方になっています。左側の扉が開きます。ご注意ください。こう書いて押しみってすごいですよね。次は五瀬です。この電車は次までです。The next stop is 五瀬. Station number P26. ご乗車ありがとうございました。五瀬、終点です。お忘れ物のないようご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。大阪阿倍野橋から乗車すること39分。終着の五瀬に到着。この列車、通常運転の列車が1番乗り場ですでに待機していたため、普段あまり使用されない2番乗り場に入線。ちなみに後ろを振り返ってみましたが、この列車終点の五瀬で下車したのは中の人を入れて 4,5 人程度。お世辞にも臨時列車としての意味を成しているのかわからない状況。どうしてこうなっちゃっているのか、その理由を60秒で解説。五瀬で下車した人がそこまで多くなかった理由、考えられるのは2つ。1つ目は釈戸でどの列車とも接続していないこと。橿原神宮前方面からの利用者は通常ダイヤの列車で十分拾い上げることができるため、釈戸で拾い上げることはほとんどないという状況なんです。そしてもう一つは交通状況とは別の視点、撮影当日のツツジの開花状況。観光案内所に貼り出されていた写真によれば一部咲き始めという状況。もしかしたらこの動画が公開しているぐらいの時期にはもう少し乗客が多くなっているかもしれませんが、こういったことが要因になっていると思われます。話を元に戻して、乗ってきた列車の方向幕は回送と表示されています。この列車の到着直後、1番乗り場に停車していた通常運行の列車が出発。さらに10分後、通常運行の釈戸行き列車が1番乗り場に入線と同時に乗ってきた列車が出発。おそらくこの後列車は古市車庫へと引き上げていったようと思われます。続いてもう一本、大阪阿倍野橋発8時30分の列車ですが、プレスリリースによると五瀬着は9時7分。見るとこの列車、釈戸五瀬間は定期列車に充当しますとのこと。列車が入ってきました。到着した列車の行き先表示は釈戸行き各駅停車。定期列車に充当されているということもあって、使用車種以外は通常通りの折り返しという感じです。こうして9時11分、釈戸へ向けて折り返していきました。ちなみにこの車両、この後折り返してくると想定される列車に充当されていなかったため、おそらく古市車庫に引き上げ、車両は五瀬線で通常運行される車両に釈戸で入れ替えられたものと思われます。
ただこの大阪阿部のバス8時30分発のしょっぱいところが一つ、それはバスとの接続。葛城ロープウェイ前行きバス9時台は45分発、列車の到着時刻から見て38分ごと今一つの接続になっていました。ということで、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。また、このチャンネルでやってほしい企画や乗ってほしい列車、降りてほしい駅などありましたら、ぜひコメントをお寄せください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。